人から見たら、まあはっきり言ってオナニーのネタと同じなんですよね。そのオナニーが肉体的なオナニーか精神的なオナニーかというだけであって、他者から見ると実はみっともないもんなんですよ。ここだけ押さえときましょう。推し活はみっともないってことだけ押さえときましょう。オナニーのネタをですね、母親に見られたいとか理解されたいなんていう人いないじゃないですか。まずですね、ゆうかりさん、男性20代ですね。推しのいる彼女、僕は大学生で同い年の彼女がいます。彼女は推しがいます。ライブに行ったり推しと話すために同じ CD を十何枚買ったりするほどのファンで、推しを好きとかよく言います。僕は大人ぶって平気なふりをしていますが、それが嫌です。推しと恋愛は違うと本人は言い、僕もそれは分かっているつもりですが、やはり異性を大好きと言ってたりするとモヤモヤするし、僕以外の異性のためにお金と時間を費やしていると思うと悲しいです。最近は僕にもその男性グループを好きになってほしいみたいですが、僕は正直嫉妬してその推しが嫌いです。この間推しと20秒ビデオ通話するチケットを買ってテンションが上がってるのを見て嫉妬してつい拗ねた態度を取ってしまったことがありました。じゃあどうしたらいいと言われましたが、何も言えませんでした。推し活をやめてほしいわけではありません。好きなものを取り上げられて悲しそうにしている彼女を見たくないです。僕はどうしたらいいのでしょうか。さて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 はい、皆さん、もうね、これね、多分半年前に読むのと今読むのと状況が変わってきてますよね。だから半年ぐらい前に読む問題と今読むと、みんな頭の中に例の事務所がこうチラ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 するじゃないですか。なのでちょっとまあ変わってくると思うんですけどね。さあどうなんだろうね。まあ僕は正直ですね、このゆうかり君の気持ちめちゃくちゃわかるんですよ。というか多分ね、男の人の過半数は同じじゃないかなと思うし、女性の大部分も同じだと思うんですよね。だから男の過半数っていうのと女の大部分っていう差をつけたのは何でかっていうと、男って自分の感情に鈍感なところがあるんですね。でこれはもう僕の持論なんですけど、育てられ方の差というのかな、幼少期につけられたベクトルの方向の差で、転んだ時に痛いのを我慢すると褒められる男の子と、人が転んだ時に同情すると褒められる女の子というようなことで、女の子は自分の体の変化に敏感になり、他人の体も気遣うと褒められるっていうですね、ベクトル付けがもう幼少期にされる。男の方は自分の体調の不良とかですね、痛みみたいなものを我慢すれば我慢するほど母親から褒められるというですね、ベクトル付けをされるので、それがまあ二十歳ぐらいになってですね、どん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 広がってきて、割と自分の感情に関しては無視できるタイプの男の人が多いし、女の人はですね、自分や他人の感情、つまり付き合っている男性の感情にまでなんかこう視点がいくっていうのが当たり前というかね、なんかまあそれが得意な人が多いので、こういうなんだろうな、推しがいれば、男の過半数は嫌がり、実は嫌がり、女の人の大部分は嫌がるということになるんじゃないかなと思います。もちろんいや平気だよと、いや俺そんなこと着ない、私のこと平気ですっていう人もいるけども、多分そういう人は、ね、メジャーじゃないんですよね。まあなんだろうな、こんな数字言ってもしょうがないんだけど、人口の2割もいないんじゃないかなと思うんですよね。対処法はですね、おゆかりさんに対する僕が思う対処法は、理解あるふりをしないことなんですよ。禁止したりもしないと、やめてくれとも言わなくてもいいんだけども、少なくとも分かる分かる、いいよいいよっていうふうに言わない、理解あるふりをしない、見えないふりをしたいから協力してとお願いする。つまりあなたの推しの言うことは分かったけども、これっきり二度と思い出したくないからちょっとそれ手伝ってくれっていうような言い方なのかな。これね、自分にも推しがいて、相手に理解してほしい人に分かってほしいんですけどね、皆さんの中でですね、多分ね、理解だけだったら5分の1ぐらいの確率で理解してもらえるんですけども、ただその理解したとしても、相手は心の中にいつも不満抱えることになる。さっきも話したように、理解してもらえる上に相手が平気っていう場合もあるんですけども、まあ、僕それね、なんか20分の1ぐらいの確率じゃないかなと思うんですよね。なので推し活やるんだったら、交際している場合ね、こっそりが原則で、徹底的に隠すっていうのがまあ本当安全だと思います。そもそも推しというのが、まあ、異性であるならば、
例えば男子の推しが女性だったり、なんかアイドルだったりアーティストだったりアニメキャラであったり、女性の場合は推しが例えばそのアイドル歌手であったり、まあまあアニメとかゲームのキャラであったりもそうなんですけども、それが異性だったらそれはね、リアルだろうとアニメだろうと他人から見たらですよ、他人から見たらまあはっきり言ってオナニーのネタと同じなんですよね。そのオナニーが肉体的なオナニーか精神的なオナニーかというだけであって、他者から見ると実はみっともないもんなんですよ。ここだけ押さえときましょう。推し活はみっともないってことだけ押さえときましょう。でその推し活っていうのをもうオープンにする風潮があって、それを明るくするというふうに言ってるんですけど、これはもうこの世の中のなんか大変態時代が始まってるからそうなだけであって、明るく語るとそりゃ推し活っていうのは明るく何もでも語れますけども、一回それが表に出て表面化しちゃうと、なんだろうな、その推しが結婚したりとかですね、なんかトラブルがあった時にみんなここまでみっともない様をさらけ出すじゃないですか。だから基本的にはなんか推し活っていうのは綺麗事を言ってるんですけども、まあオナニーのネタというふうに考えた方がいいです。旗から見たらね、自分の中ではプラトニックでしょうし、自分の中では恋愛と全く違うんでしょうけど、旗から見るとそんなに変わんないんですよ。推しと恋愛は違うっていうのは本人の内部だけの問題であって、旗から見たらその区別は無意味、無意味っていうのは区別できないじゃなくて意味がないっていうだけなんですけど、なのでですよ、オナニーのネタをですね母親に見られたいとか理解されたいなんていう人いないじゃないですか。だから同じように、まあ、それは異常でしょ、同じようにですね、推しを理解してほしいとか、あなたも推しを好きになってほしいっていうのは、自分の母親に自分のオナニーのネタを見てほしいとか好きになってほしいっていうのと同じように、もともとは無理筋だと、無理があるラインで、まあたまにそこら辺なんかすごく OK な人もいて幸運にも大丈夫とか、お互い推しがいていやお互い楽しく暮らしますよという人はいるでしょう。それはいるのは分かってますけど、それはもう自分たちのレアさというのを、運の良さというのを噛み締めていただくだけで結構で、それが当たり前だとかですね、そうなるべきだとか、そんな相手を探しなさいみたいなことはもうやめた方がいいと思います。ということですね、ユーカリさんはですね、彼女に推しがいるという部分だけ理解すれば大丈夫で、あとは分かりました、僕そういうの我慢できないたちだから隠してくださいと、無理やり大人ぶるつもりはありませんが、もし僕があなたが推し活しているのが平気になることがあれば、それはあなたに関して恋愛感情がほぼなくなった時でしょうから、例えばあなたと別れるともうあなたの推し活全然応援できますというふうにですね、正直に言ってあげたらいいんではないでしょうか。美少女とは少女と可愛いけど、おお、いわゆる萌え系の美少女フィギュアってそんなに僕可愛いと思わないんでですね、自分が可愛さを見つけたものの方が美少女に見えるんですよ。これね、多分その小学校の時の訓練の賜物というかですねまたこんなこと言ったら何言われるか分からないんですけども、小学校の3年生ぐらいから色気づいてきて、まあ、クラスの中に好きな女の子が いたんですけども、ある時からですね、クラスの中の女の子を全員好きになろうというふうにですね、なんか変に決意をしてですね、クラス、僕の時は45人ぐらいクラスだから、まあ、女子が22、3人いるわけですよ。でそれを一人ずつ毎週毎週焦点を当ててですね、こいつのことを好きになろうと、で顔とか全然関係なく、顔とかスタイルとかその子の性格とか関係なくですね、その子の何がいいのかっていうのを観察して発見して、好きになるって、で前の週に好きになったやつを、ボツにして、やるっていうのをやっててですね、でまあ1学期2学期ぐらいでですね、ほぼおーよしよし女子全員とこになるんですよ。でやっぱりね、クラス替えするたびにですね、そんなに趣味じゃない子とかですね、なんか自分的には嫌な性格だなと思うような子もいるんですけどもですね、それもなんかこの年末までに好きになるというかですね、人間として好きになるじゃないんですよ、女として好きになるっていうのをですね、きちんとやるというですね、変な訓練をですね、小学校から中学ぐらいの時にずっとやってたんでですね、男子には一切興味なかったから男子にはしてなかったんですけど、をやってたのでですね、アニメのキャラクターのほらこの子可愛いでしょっていうキャラが割とね苦手なんですよね。人様というかクリエイター様がほらこの子可愛いでしょ、魅力的でしょっていう風に出された女の子っていうのは、割とあのどっちかっていうとクリエイターの作為が感じて
しまうんですね。そうでないキャラの方が、もしそうでないキャラじゃないな、なんか自分が可愛さを見つけたつもりのキャラクターの方が愛着が湧くのでですね、その意味でやっぱり僕にしてみればこのルーシーも美少女キャラだし、さっきのドグーも美少女キャラというかですね、可愛く見えちゃうんですけどね。そこら辺のですね、これはオタクの趣味というよりはある種の変態性かもわかんないですね自分で料理したみたいも、なんだこれはわかんないですね。これってその自分が可愛さを見つけるっていうのは別にあの女の子とか恋愛だけに限らずに、例えばおもちゃとかですね、なんかそういうふうな雑貨とかそういうものを好きになる全てになんかこう共通してる気がしますね。自分の中で本とか漫画とかの趣味もそうですしですね、自分だけの可愛い萌えだからかね、そうなのかも分かんないですね。今回の切り抜きは大量だな。そうなの、今日の話は本当になんかもう本当どうでもいい話だから切り抜く場所なんかないような気もするんだけどね。好き嫌いの基準は人から与えられるものではない、それは言えますね。人から与えられるものではなくて降ってくるもんだというふうに思っているのでですね、だからそのアニメのキャラのとかあとアイドルとかであの推し活してる人に対して僕が割とのなんか理屈はわかるんだけど気持ちが共感できないなというのはそこら辺でしょうね。パッケージされた好きになれそうなものじゃなくて、それだったら誰もうあんたじゃなくていいじゃんっていう、あのファンが数万人いるようなアイドルだったらもう俺が押さなくてもいいっていうふうに思わないのかねっていうふうにずっと思っちゃうんですよね。悪意の切り抜き職に大喜び、そうかわかんないですね自分が推し活に対して持っていた違和感が全て評価しました。これはあの前回のですね人生相談ゼミのやつですね、8月の28日かな、それあれは無意識の自己肯定、自分褒めであるから元気が出てくるわけですね。生粋の貴族であるオタクとは相入れないし、 SNS でやたらアピールするのも自分の生き方を不特定多数の人に肯定してもらいたいからなんじゃないかと考えると納得できます。そうまでしてとは思いますが、ただそのうちほとんどの視聴者は推しになってしまうんじゃないかという予感もありますというですね、柴田さん書いてます。まあまあ僕もあのそういうふうに思ったので話したんですけども、推し活っていうのがここまでいっぱいになるとですね、オタクっていうのがどんどん一般化してるんじゃないかと思う人が多いと思うんですけども、僕が思うに推しっていうのは自分が好きな、自分を褒めることができないから自分が好きでみんなが好きになれそうな安全なもの、すでに評価が固まってもう面白いと分かってるようなものに対してですね、どん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 押すことによって俺つえーっていうかですね、オリンピックの時にいっぱい湧いてくる日本万歳って言ってる人と同じようなもんというかですね、ワールドカップの時にだけサッカーのですね、なんかこう変な顔に変な色を塗るようで騒いでるような人いますよね。あれと同じようなですね、日本に乗っかって自分がなんか偉いと思ってるのと似たようなもんじゃないかなというふうに思っちゃう。もうね、はっきり言って現在登録者数89万人なんですよ。だからこういう一般の人をですね、ディスるようなというかですね、推しをですね、こんなふうに言うようなことはやめなきゃいけないんですけども、別に90万人に行かなくてもいいです、100万人に行かなくてもいいですからですね、思った通りのことをですね、もう追い先短いお方としては言わさせてください動画へのご意見、ご感想、推し活に思うことをコメント欄でお待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。